向こう側の上流、篠山市に来ました。この河川が基本的に、向こう側の上流なんですけども、篠山市に来た、来てみて分かったんですが、このように、篠山川の方に、もうあちらの方が北になるんですけども、要するに日本海の方向ですね。で、篠山川に合流して、篠山川から、加古川の方に、合流すると、まあ、そういうような形になってるみたいですね。だから河川が途中で南と北に、分かれて、水の移動があると、まあ、こういうふうなことですね。ちょっと篠山川の方の、撮影に行きたいと思います。で、この河川の作り方なんですけども、向こう側のある程度の場所から、まあ、横幅1メートルぐらいで、平日の日を想定してこういうふうな、ものを作る可能性があります。あくまでも可能性です。基本的に水を貯水するので、端から端まで、水をほとんどの地点で、貯めることになります。場所によってはこういうふうなものを作ることによって水分の蒸発、それを、極力防ぐと、そういうふうな考え方もあります。篠山川の方に向かって、まあ、あちらの方なんですけども歩いているんですが、河川の底自体が、途中からまあこういうふうな、土砂が堆積している状態になっています。岩壁工事は途中まで出来上がってるんですけども、そちら、ちょっとね草とか取り除いてみなかったら岩壁工事が出来上がってるかどうか分かりません。下の方のところだけかもしれないです。篠山川に合流する少し手前なんですけども、もうこれだけ水の量があります。結構ありますね。数日晴れの日が続いてこれだけの水量なんで結構あります。周りの景色はまあこういう風な、景色ですね。そこは、道路で、あちらが篠山川です。でこちらが、向こう側から篠山川に合流している河川です。で奥行き見てもらったら分かる通り結構、段差があります。で、まあ向こうの篠山川の上流の方まで撮影してみなければなかなか分からないんですけども、とりあえず、この地点で、あちらの、橋の下あたりに河川水門開閉式ダム発電と、まあ、そういった形ですね。で本日は、一旦引き返して、向こう側を、三田市の方へ向かって、下流に進んでいって青野ダムのあたりまで、撮影しようと思います。先ほど、最初の方に撮影した地点があちらの方の、篠山口 JR 篠山口駅の、近くの、ポイントです。でその河川の上流を今歩いているところです。多分その向こうで向こう側に変わると思うんですけども、まあ、とにかくこれもちょっと歩いてみないとわからないですね。あちらが北で、こちらは南の方です。で、こちらの水門でせき止められてるみたいですね。で、まあこちらから先がどうなってるのかっていうところですね。まだ何かこう水を溜めてるような形になっていて、まあ、基本的にどこの畑もこういう状態なんですよ。水がそれなりに溜まってる。多分下が岩盤層だと思うんです。で、畑とかから、染み込んできてる水とかがああいう風に土管のところから流れ着いてるんですけども、ちょっと見えますかね。どうかな。もうそこに土管があるんですけどね。至る所にああいう大小様々なんですけども。土管があって、まあ、水が流れ込んできてると、まあ、そういう風な形ですね。まあ、大門先まで行ってみます。合流河川ですね。あちらが、先ほど歩いてきた道で、こちら今南下しているところです。まあ、ずっとこう水を溜めてるような状態の河川が続いている形ですね。もうちょっと先ほどの地点すぐ近くのところなんですけども、ここからですね、多分この辺りから向こう側なんだと思います。水面が平面なんで、水がどれぐらい流れてるかとか、ほぼわからないですね。こういう風な段差があるところじゃないと。では、先の方まで撮影したいと思います。
先ほどあちらの方から降りてきました。このように横から出ている、排水管から、水が流れ込んでいる地点が、何箇所もあります。まあ、河川の底はね、どうなっているのかっていうところですよね。そのまあ、ほぼなだらかな状態なので、河川の底がコンクリート化されているのかどうかとか、その辺のところがちょっとよくわからないんですよね。最初の方の地点で落差のあるところ、そこそこ水が流れていて、ああいうふうにサイドから、水が流れている箇所が何箇所もある以上、もっと水があってもいいような気もするんですけども、ほぼ平行のところわからないですかね。どっかで、落差のあるところで、まあわかるでしょうね。で、JR の、笹山口の一つ手前の駅があちらです。じゃあ、もう少し先まで行きます。こちら右手から、合流河川があるんですが、もう途中から河川の底がもう草だらけになって水吸われてますね。だからこの辺のところ、かなりの距離、撤去しなければならないということになってきますね。まあ、こういったところもそうなんでしょうけども、まあ、それでだいぶ水が減ってるっていうのもあると思います。それではまだだいぶ先まで行ってみたいと思います。あちら左手の方の河川から撮影してきたんですけども、右手の方に合流河川があるんですけども、右手の方が向こう側の本流かもしれないですね。ちょっと右手の方がどこまで奥続いているのかわからないんですけども、もしかしたらカーブを描きながら、まあ、向こうの方に続いているのかもしれないですね。まあ、橋の上から見ると、まあ、こういう風な状況ですね。もう草が生えすぎて、よくわからない形状になっていると思います。で、まあ、南の方も、まあ、こういう状況で相当な量の土砂が堆積してますね。これらをかき出さなければならない。で、河川、その先のところから、もう一つ河川が合流してたんですけども、まあ、辺りで河川水門開閉式ダム発電を作って、まあ、奥の方まで、3本の河川を貯水すると、まあ、そういうふうな、まあ、ここの橋の上でもいいと思う、橋のところでもいいと思うんですけども、回転扉。まあ、20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルと3メートル ×3 メートル。まあ、こういったことですね。一回貯水してしまえば、朝晩ぐらいは晴れの日でも、20センチ ×20 センチを、朝と夕方から晩にかけて、20センチ ×20 センチを、稼働することが、できると。で、雨降ったら、まあ、24時間、稼働させて、プラス1メートルかける1メートル、雨の降雨量に合わせて、まあ、そういう形で稼働させると、大雨の時は3メートルかける3メートル、その3本を3つとも稼働させるような形になってくるかと思います。では、南の方まで行ってみたいと思います。だいぶ下流に来ました。で、あちらの方が、上流だったんですけども、そちら左手が天神川という、名前の川ですね。地図で言うと、まあ、こういったところです。向こう側とその天神川が合流しているところが、まあ、こちらになると。まあ、この辺りですね。そこの道が先ほどの、このオレンジ色の道ですね。176号線です。で、近くに草の駅があると。で、河川水門開閉式ダム発電を設置するにあたって、まあ、このあ、まあ、ちょうど電線があるんですけども、まあ、この辺りですね、そちらの方も貯水槽として扱えるので、まあ、高さは、まあ、あちら、まあ、家が建ってるところの高さを考えると、まあ、2メートルか2メートル半。まあ、もしかしたら3メートルぐらいあるかもしれませんけど、まあ、大体それぐらいですね。まあ、3メートルぐらいですかね。こちらの橋の場合だと、かなり高ささらに高くなってしまってるんで、まあ、1メートルぐらい、差あるんで、まあ、この橋の高さには合わせなくていいです。位置ですね。この位置で、まあ、3メートルぐらいの高さですね。河川の底から、そこが辺ですので。で、まあ、20センチかける20センチと1メートルかける1メートルと3メートルかける3メートルですね。まあ、そこそこ距離ありますんで、
先ほどの、設置場所から、まあ、5キロぐらいはあるとは思います。蛇行してるんでもしかしたらもっとあるかもしれないですね。まあ次の設置場所はこちらです。まあ、もちろん先ほどの設置ポイントもそうですけども、その地下水流トンネル発電も合わせて装備と、まあ100メートルぐらいですかね、まあ、それぐらいの距離で、作って、まあ、貯水量にもよってきますんでね、まあ、とりあえず最初100ぐらいで、20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルと、まあ、3メートル ×3 メートルは一旦据え置きでいいと思いますよ。あとその河川の底の土砂のかき出しとか、コンクリート化とか太陽光パネルの付帯式とかそういったところまで進んだら、その 3m×3m も地下水流トンネル発電型でストレートに、何基も、設置すると、まあ、こういう風な形になってくるかと思います。まあ、晴れの日は基本的に、まあ、朝晩 20cm×20cm もしくは 1m×1m、まあ、そういう風な形の稼働ですね。雨の日は、まあ、24時間、両方稼働だとか、まあ夜、まあ、今は原発ありますからね、20、21時ぐらいまで、3×3 と、その3つを、稼働させたりだとか、で夜中から明け方に向けて貯水をするだとか、まあ、そういう風な形になってくるかと思います。ではまだ南の方へ行きます。あちら JR 草津駅です。でそちらが向こう側なんですけども、こういう風な小さな河川の合流河川っていうのは、結構あってですね、水もそこそこ流れてるんですよ。で見てみると、まあ、わかるかと思うんですけども、コンクリート化されてないんですよね。ちょっとよく見えないかもしれませんけども、どうですかね。まあそれでそこからだいぶ水が抜けていってるんじゃないかなと、まあそういう状況ですね。河川の底をしっかりとコンクリート化の件ですね。まあ、草津駅の近くなんですけども、まあ、線路沿い至る所にああいう風に一本物の、木っていうのはたくさん生えています。笹山あたりから三田にかけて、山の斜面の方を見ると結構ありますね。でまあ電信柱木造で十分ですよ。神戸電鉄の鈴蘭台から、三木市や、小野市の方へ向けて走ってる鉄道はほぼすべて、木製の、電柱です。エネルギーの残存量問題、加工するのにも運搬するのにも、余計エネルギーが消費すると、まあそういうことですね。あちらが上流草津駅側なんですけども、ほぼほぼ河川の岸壁工事ほぼすべてしてないですね。相当手入れしなきゃならないですね。これがまあどの辺まで続くかですね。あちらは JR 相本駅です。であちらが河川の方なんですけども、向こうはまあ草津駅の近辺、天神川の合流したあたりからもうずっとなだらかな河川ですね。高低差30センチぐらいじゃないですかね、このあたりまで来て。まあ、もうちょっと先まで歩いてみます。向こう側河川に合流してきている、まあ、小さな河川なんですけども、まあ水の量、結構ありますね。向こうの奥の方まで続いている河川かもしれません。で、あの辺りから、岸壁工事が行われているみたいですね。一応、まあ、形がかなり凸凹なんですけども、右側も左側も両サイド、高い位置まで岸壁工事されているみたいです。もうちょっと河川沿いを歩いて行ってみます。撮影したのがあちらの地点なんですけども、こちらの地点あたりから岸壁工事してないみたいですね。ちょっと手前の方が反対側に行かないとわからないんで、
どうなってるのか。まあ岸壁工事多分必要なところでしょうね。この辺りは岸壁工事が、ある程度できています。であちらサイドから、水が、流れ出てきています。あちらが上流で、あちらが下流です。こちら岩倉橋という橋のところに来ています。で、現在地がね、だいたいこの辺りですね、岩倉と書いてるこの辺りの地域ですね。この道をこう歩いて、まあ、この橋あたりなんじゃないかなと思われるんですけども、まあ、相本駅とか、ああいったところをこう撮影していて、こう、河川を辿って歩いてきてると。で、まあ、このままこう歩いていって、下流の方へ、広野駅のあたりのところまで行こうかなと思っています。この辺は、以前撮影しています。これね、まあ、ここまで撮影したら、ほぼほぼ、向こう側は、ほぼすべて撮影したということに、なります。で、あちらなんですけども、畑ですね。で、耕作放棄地なんじゃないかなと思われるところがかなり見受けられます。ちょっとね、今強烈に頭なんか取られましたね。かなりの面積なので、これもったいないですね。まあ、こちらの方も耕作放棄地なんでしょうけども、あちらの方も。まあ、河川沿いを歩いていて、かなりの広大な面積が耕作放棄地としてありますね。小麦粉とか作ったら、本当に大量の収穫ができると思います。先ほどの河川の続きなんですけども、こちらの方、一本物の木が、たくさん奥の方までいっぱい生えてますね。何百本と。まあ、すぐに、まあ、積み込める。10トントラックでも多分通れるでしょうね、この道。ただし、対向車が来たら、一旦戻らなきゃならないでしょうけど、なかなか車通らないんで、まあ、海外から木材輸入するぐらいだったら、こういうところしっかりと伐採してっていう形でしょうね。まあ、基本的にはこういうような、良い木は電柱とかに使いたいですよね。こういうふうな、コンクリートの電柱って中に金属入れてるんですよ。鉄筋とか。で、だんだん錆びていきます。内部で。今日の道の続きですけども、あちらの方から歩いてきました。まあ、こちらの方なんですけども、管理者がいるのかどうか、ちょっと、放置されてるんじゃないかなと思われる施設が。ありますね。まあ、この辺も金属回収としてもう集めた方がいいと思いますよ。なんか大きなタンクはいっぱいありますね。回収業者だったのか何だったのか。まあ、政府の方で対応するべきでしょうね。先ほど道をずっと延々と歩いてきてるんですけども、向こう側があちらの横の方通り、でこちらも合流河川なんですけども、そちらに、水流れていきます。ですので、やっぱりちゃんと河川の底をコンクリート化したり、両サイドを、岸壁工事したり、土砂かき出したりすれば、まあ、向こうはその下流のところ、まあ、生瀬から南の方ですね、あちらの方はかなりの水が晴れの日でも流れてくるような形になると思います。今の現状流れている水の量の倍以上にはなると思われますね。あとは浮体式の太陽光パネルの設置も込みでというような形になるかもしれませんが、まあ、とにもかくにも上流まで全てしっかりと水を一回溜め込むことですね。それによって継続して、高い、水圧っていうものが、維持できますので、まあ、まだずっとなだらかなんでね、もしかしたら三田駅の近くの橋に、その河川水門回式ダム発電を設置して、でそこを満水にした時に、その先ほど の合流河川、相本駅か草津駅のその中間地点のところの天神川の合流、あちらの位置近くまで水来るかもしれないですね。
だから一回間のところはまあ愛の駅近辺のところを目処かな。まあ、一回その三段のところに設置してからですね、水が満水にしたとき、どこまで、水が上流まで来るのか。ずーっとなだらかなんで、正直あの天神側と向こう側が合流してるところから、ここまでで落差1メートルあるかどうかだと思うんですよね。高低差。まあ、もう少し先まで歩きます。一応途中の、河川の、橋の上から、撮影しますね。ずっと、なだらかで、奥の方に少し、段差があって、まあ、水が、流れているところ見えますでしょうか。まあ河川の底の木とかも全て伐採して、まあ、かまど発電とか、まあ、そういった形ですね。南の方を見ていただいても、まあ、ずっとなだらかな、傾斜が続いていると、まあ、こういう形ですね。次の橋の上からの撮影です。まあ、こういう風な状況です。河川、ずっと下ってきた、ところなんですが、隣が、運転免許証の、講習所のようですね。でこの辺りから、河川、岸壁工事が、両サイドできてないところが、出てきてるんだと思います。まあ、左か、堆積した土砂でそう見えてるだけかもしれないんですけども、まあ、取り除いてみなければまあわからないといったところですね。さらに下流に来てるんですけども、まあ、港が丹大から、脇道入って、河川沿いに歩いてきてるところなんですけども、この辺のところは岸壁工事まずされてないですね。で、だいぶ木とか切らなければならない状況で、河川の流れ自体がほぼ止まってるような状況ですね。まあ、もう少し下流まで撮影します。次の橋の位置なんですけども、やっぱり水の量がかなり低下しているような気がします。河川の底から水は抜けてるんだと思いますね。あと、まあ、こういうふうなサイドに生えてる草とか木に、水分吸われていたりだとか、これがもう、十何キロだとか、まあ、一番今日の撮影の最初の方のポイントから見ると、河川蛇行してますから、15キロから20キロぐらいあるかもしれないですね。愛野の駅の近くの向こう側の地点まで行くと。だから、なかなかその草とか木に吸われてる水の量もなかなか馬鹿にできないっていうことだと思います。あとは河川の底をしっかりとコンクリート化ですね。その次の、地点、太田橋のところに来ました。まあ、河川の状況はこういう風な状況ですね。一応橋の近辺のところは岸壁工事はされています。で、両サイドがどれぐらいの地点まで岸壁工事がされているのかっていうところは、ちょっといまいち把握ができない。で、水の量が、上流のところの川幅はもっと横幅が広いところで、もっと水がたくさん流れていたところと比較すると、まあ、ここから上流10キロメートルかな、5キロメートルかな、5から10ぐらいの地点のところで、撮影した内容と比べてみると、まあ、やっぱり水の量が少ないですね。半分ぐらいになってますね。だからその分そこに抜けていってると考えたら、相当な量が1日で抜けて、まあ、地下の空洞化が広がっていると考えるのが、まあ、妥当ですね。まあ、広野のところまでとにかく、行ってみようと思います。広野駅、 JR 広野駅のところですね。次の橋の、近くまで来てるんですけども、まあ、岸壁工事ある程度してるみたいですね。あの辺りももしかしたら岸壁工事の後に草とか生えてきてるのかもしれないです。わからないですね、ちょっとこの辺りも。
ちら合流河川です。もうすぐしたら広野駅のところですね。広野歩道橋まで来てますんで、広野駅に来ましたので、このまま帰宅します。そこから先の河川すぐ先のところで、以前、撮影してましたので、本日はこれぐらいにして帰ります。